で、スーちゃん生まれてからさ、パパと2人で2泊3日初めてだよ。ママいなくて寂しいね。何しようか。寂しくないからさ、ママにも電話するよ、夜になったら。ママに内緒のこといっぱいしようか。何すんのよ内緒ママに内緒ねって聞こえたんだけど、何よ何内緒。お利口さんでいてね。はい。パパがさ、ブリブリしてくれるの知ってるけど、お味噌の撮影やってたから、ついでに作ってた。ママでも行かないかもしれないね、このまま。じゃあ早行かないと。終電だよ、ね、本当に終電だよ。ね、やばいね。いや本当に急がなきゃ。じゃあ行ってくるね。スーちゃんいい子にしてて。これおばあちゃんにあげるね。ママ、また明日電話するからね。電話して。早く行ってほしいんでしょ、スーちゃん。前回パパとのお留守番を取った時と全然スーちゃんの態度が違うんですけど。なんか全然変わったね。うん。なんか前はさ、ママがいないとだったけどさ、最近パパも家にいることが増えたからか、やっぱりママは怒る人、パパは甘やかしてくれる人だから、ママ早く行ってって感じなんだけど。何するの、スーちゃんとパパ。ママがいないね。何それ。今日明日の用意。そうそうそう、何年ぶりに一人で泊まるんだろう。何していいか分かんない。明日ちょっと東福寺っていうお寺でイベントというかパーティーみたいなものがあって、それにお仕事で来ております。出張でここに来てるんだけど、久しぶりの一人旅行でなんかちょっと気分が舞い上がっちゃって、何したらいいか分かりません。京都駅に着いてマッサージに行ったよ。マッサージ屋さんさ、初めて行ったとこなんだけど、もう京都駅着いたのが9時半ぐらいで、10時に予約したんだけど、おばあさんが一人でやってるぐらいのマッサージ屋さんでさ、70歳ぐらいのおばあさんが受付の人かなと思ってたの。はい、じゃあこれ着替えてくださいって渡されて、結局そのおばあさんが施術してくださったんだけど、やっぱりもう10時からのスタートだからさ、なんか疲れてたのかわかんないんだけど、すごい弱くて、力がさ、言いたくてもさ、ちょっと気を使っちゃってさ、もう夜10時からお願いしてるのに、もっと強くしてくださいって言えなくて、せっかくマッサージ来たんだけど、まあでもそのおばあさんニコニコですごいいい人だったから、まあまあいっかって思いながらやってたらさ、1時間コースだったんだけど、終盤おばあさんだんだん本当に弱くなってきて、あれってだんだん止まってきてさ、寝てたんだよね。やってくださいとか言えなくて、とか言って咳払いして、あ、またそうおばあさんって言ってやり始めてくれてさ、すごい面白かったっていう話を今元が言ったら、ここでめっちゃ言ってるのに、一人なのでカメラに向かって話しております。明日ね、朝キモノコクラブで Get Ready With Meライブストリームやってみようかなと思っています。じゃあね、また明日。すーちゃんたち寝てるかしら。おやすみ。ママ朝ライブしてたんだって。よく寝た。ママこれさっきだよ、すごくない？ママ頑張ったね、すごいね。今日朝ごはんさ、これ作ってあげようか。食パン、卵、牛乳、お砂糖、バニラエッセンス、バター、作ってみる。やったー。おいしょ、おいしょ。ねえねえ、あとさ、おいしょ、嘘気です。じゃあママ今日も一日頑張ってね。じゃねー。じゃあどっちがいい？今日、今日はピンクがいい。ピンクじゃないって、これ虹色、虹色決まってきた。パンを2枚パンください。すーちゃん、パンの耳カリカリ好きじゃん。いや、これカリカリで作るから、そう、そこに入れて。はい、上手上手。そしたらそこに牛乳を、まあ1杯分ぐらい、そんな、うん、これでいいんじゃないかな。入れてみて。全部入れて、全部入れちゃって。入れたよ。私卵やりたい。お願いします。2個ここに、うん、こっちに入れてかき混ぜてから入れるから。おー、
すーちゃんはパンの耳カリカリしたのが好きなのね。だからこうやってちょっと取ってあるんだけど、それを今日はパンの耳を焼くのとフレンチトーストを作ります。どうですか？すーちゃん大好物、両方とも。ちょん、もう一回やるけど、オッケー。今日のひと手間はこれを電子レンジに先にチンする。それから焼くとふわふわなんだ。あった。ママ、あ、こっちか。めっちゃ美味しそうなできたよ。ちょっと焦げてる匂いがする。やばい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 。まだ大丈夫。すごいふわふわじゃない？食パンじゃないみたい。すっごい。ね、見て見て。このプリプリ感じ。じゃあ今日は1時間お片付けします。すーちゃんも自分の周りだけちょっと片付けしてから、終わったらテレビ見てる。おたらってしながらテレビ見るの？ああ、いいよ。で、じゃあそれにする。うん。すーちゃんは、もうパパも全部の片付け終わったら、図書館と買い物に行こう。どうぞ。ママ、これお手紙にするからね。プレゼントだもんね。パパはこのお部屋をすっごい綺麗にしておくのがプレゼント。すーちゃんとパパでこの2泊3日でお部屋すっごい綺麗にします。お父様、テレビ見たい。じゃあテレビじゃないよ、片付けしながらテレビ見るでしょ。じゃあテレビつけてよ。いいよ、片付けしながら。で、1時間後に見てるからね。わかった、わかってる、最初からわかってる。チョコの方もまとめよう。あれ撮ってんじゃん、自分で。ねえ、すーちゃん、なんで自分で撮ってんの？ねえ、ねえ、図書館のやつやるんじゃないんですか？やるよ。やらないんですか？やる。図書館の準備やる人。はい。そら豆くんとお豆の仲間。そら豆くん。イエス。これか。哲学する赤ちゃん。オッケー。ロボット神。ロボット神。2つかな？ 2つ借りてきたね。あ、そう、2つともちょうだい。1、2、オッケー。今から図書館と公園とお買い物とランチ行きます。行ってきます。さようなら。タッチ。どこに来ました？お家。え、ここお家なの？今ちょっとこんなテラスのところにいますよ、ね。今日いいね。なんかどっちでしょうか？こっち。ブーブー、こっちでした。あら、何来た？何の味する？いちごとブルーベリー。すーちゃん好きな味じゃん。おいしい。ちゃんどういう顔してんの？あ、眩しいのね。おばあちゃんのお車で来た。東福寺ってお寺にいるよ。 I love you。 はい、はい、カフェ楽しんで。二人カフェしてるんだって。いいですね。かわいいよ、ね。今日行くときさ、すーちゃん寂しい、大丈夫、行って行ってって言われたんだけど。しっかりしてます。そう、しっかりしてる。洗濯とお片付けとぬいぐるみを洗ったのがほこりまみれになったので、掃除機で吸おうと思います。あと今お買い物してきたママのサプライズグッズ、トロと折り紙。すーちゃんが起きたらお花を作ろうと思うので、その下準備をしときます。大吉じゃん、大吉じゃん。すごいすごい、コーワーク。Yes。 あら、おはよう。ママ。びっくりした。この花束、すーちゃんとパパで作ったんだ。花束になる。どうぞ、いつもありがとう。ありがとう。今日はゆっくりしようね。ねー。
ね、これからもよろしくね。可愛すぎです。メロンみたい。あ、傘だ。あ、トトロじゃない次は何色？茶色の色。トロは青。はい、お願いします。しゅ、大人な感じ。うわー、かわいい。こういうお花だって。こっちもかわいいけどね、全部違ってていいよね。うわー、うわー、うわー、花束。うわー、見て、見て。はい。うわー、見て。ここに見せていいの？入ったら最近さ、ママ変わったと思わない？思う？思わない。思わない？ママすごいなと思うからさ、最近さ頑張ってるよね、ママね。でもスーちゃんも頑張ってるよね。うわ、ちょっとすごいね。これ最後だな。もう花束できないね、多すぎて。かわいい。かわいいな。あ、それぐらいでいいか。これ最後作る？花束喜んでくれるかな。あ、いいね、いいね。これ盗んでからね。花束にしてからね。うん、かわいい。わー、かわいい。ママにお土産。あ、いらない。かわいい。結婚式に使うやつみたい。ね。かわいい。どういう蹴ってるね。かわいい。わー、随分作ったね。すごい良くない？ブーケ。かわいいじゃん。あとスーちゃんここ結んでくれれば完成。ねえ、すごい可愛くできたと思わない？あのお姉さん、お姉さん。何？パパ盛り上がってますけど、どうですか？わかった。お姉さんどうですか？はい、お願いします。ここ結んでください。私さ、リボンできないからさ、うん、パパがやってほしいの。いいよ。で、スーちゃんここ持っててくれる？はーい。OK。じゃあどこに貼る？ここにやろうか。花束作ったよ。ママ、これあげるからね。バイバイ。バイバイ。後ろにはね、ハートついてるよ、ママ。いつもありがな。リクエストにお答えして、ママが作ってくれた味噌につけた鮭とパスタにします。ほうれん草のクリーム味噌パスタ。あ、スーちゃんとパパだからな。これぐらいにしとくか。おいしそう。そうしたら、スーちゃん自分でかかっちゃうよ。あー、ほー、うん、おいしい。うん、パパ最高。パパ最高だね。褒めてくれた。ねえねえ、ママ、ほうれん草、スーちゃん食べたよ。すごくない？よし、お風呂入ろうか。やだ。食べる？うん。これ明日の朝すごい背高くなっちゃう。パパより食べる。お腹になった？お腹痛くなってる。OK、 じゃあもうこれくらいにしてくる。本当に食べ過ぎたからもうここまで。だよな。これ以上食べたらどうなる？うおー、背が大きくなる。パパより、パパより、パパより。ねえ、ごちそうさまでした。ランチさん、タネみたいの。かわいいな。じゃあ、買ってあげよう。はい、どうぞ。もう一回買ってあげよう。はい、どうぞ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 。虫の声がするね。お腹いっぱい。私の母とエリカちゃんと3人で美味しい天ぷらを食べてきました。スーちゃんがいなくてこんなゆっくり静かにご飯を食べれるなんて。パパ今時どうしてるかしらね。気になるよね。ちょっとご飯して食べてる時全然気になってなかったけどちょっとホッとしたら、あれ、そういえばパパとスーちゃん大丈夫かなって。生まれて初めて2泊離れるの。生まれて初めて。そう、1泊はねあったんだけど2泊は初めて。さっきからご飯食べてる時にさ、電話できる時くださいって2件入ってたんだけど車に乗ったら電話してあげよう、寝る前にね。エリカちゃん。はい。
何食べたのすーちゃん。味噌鮭とほうれん草のクリームパスタ、うん、え、あの鮭をクリームパスタにしたの。うんうんうん、すごいじゃん。すーちゃんバイバイ、早く寝てね。かわいい。あのおせんべい屋さんとコラボして、春、夏、秋、冬になってるんです。うん、今あ、そっか、かわいいやろ。私とスーちゃんね、私とスーちゃんするお感じよ。だけどこれは食べられないわ。食べるものと思ってない。でも賞味期限が今日なのよ。あ、そうかそうか、取っとく、取っとかんといて。じゃあね、おやすみ。まだ全然寝そうにないね、このお姉さん。元気、絶対寝ないよ。やめてやめて、ちょっとほこり、ほこり出るよ。寝るんだよ、もう、寝るよ。すーちゃんが起きてこないから、ご飯を作っとこう。野菜を収穫しよう。すごいね、ここ数日取ってなかったら、どんどんできてて。スーちゃんはサラダにすると絶対食べないから、マヨネーズをつけて味噌ドレッシングと合わせてちょんちょんするスタイルだったらきっと食べると思う。よいしょ、起きてきたの。なんか持ってきたのね。ミッキー持ってきたの。あ、ミニーか。なんて書こうかな。もう、え、スーたん、ここに何書く。いつもありがとう。じゃあ日本語で書こう。うん、いいよ、見せてあげる。あ、お花いっぱい書かない。いいよ、花とことか。ああ。お花いっぱい描こう。そうしよう。桜だ。お、すごいね。わかった？なにこれ？ひまわり。そう、よくわかったね。もえ、いつもありがとう、すーたん、もと。OK。結局パンになったか。すーちゃんとパパで育てた野菜で、これ。ちょんちょんってやったら食べやすいかなって。自分が好きなようにしてもいいです。その使い方とちょっと違うけど、まあいいか。にらめっこしましょう。笑うと負けよ。アップ。誰とにらめっこしてんの。ママ。あ、ママと。どうでしたか2泊3日。パパと初めての二人きりは。ビヨーン、ビヨーン、ビヨーン。どうでしたか。恥ずかしくなったの今ここに来て。こんなにいろいろやってたのに。あと、おお、オッケー。早く行こう。おはようございます。今から細川音源の岡本さんのところへ、茶道の稽古に向かっております。今日は着物子クラブでティーセレモニークラスを配信する予定です。これが終わったらこのまま東京に帰ります。その前にもうちょっと着物子クラブのみんなと楽しみたいと思います。すーちゃんが保育園に行ったよっていう連絡が来ましたが、なんか全然大丈夫そうね。成長してますね。はい、バイバイ。She did very well. Great. ひらがなはいいを書くようにして、そこを振って、じゃあ切って、Looks very easy, but actually it's kind of hard. It means she's very good. From Moe to you guys. すごい、なんかすごい、やっぱり久しぶりにさせていただいたんですけど、インナーマッスルが鍛えられますよね。姿勢が良くなりそうですね。そうですね。
しかったよ、すーちゃん。すーちゃん、おばあちゃんがすーちゃんに会いたいって言ってたよ。保育園お疲れ様、すーちゃんも。わ、あら、すーちゃんお家綺麗だ。見て見て、あー、おかえり、お疲れ様でした。なになに、かわいい、後ろ見てごらん。え、なにこれ、かわいい、作ってくれたの、ありがとう。じゃじゃーん。お、すごいね、すーちゃん。何してたの、パパが。あなたは折り紙で作った。え、本当、ママに、もしかして。それは内緒なんだけど。なんで、内緒してたのに。内緒してくれてたの、聞いちゃったけど。聞かなかったことあるか、パパと一緒に発表してくれた。見た見た。ああ、よかった、すーちゃんに会えて嬉しい。楽しかったか。お利口さんにしてくれてたみたい。すーちゃんとさ、2泊3日も離れてさ、久しぶりにすーちゃん見たらすごい。え、なにこれ、ぬいぐるみの行列、なにこれ、すっごいぬいぐるみの行列。すーちゃんに片付けてっていうこと。え、片付けてっていうこと。パワーリューワーパワーパスタボーラビュー。Make a number more. Nothing but, nothing but, I got my make a number more. My step back, make a number more. Moving by, make a number more. Last step back, nothing but, I'm my, and that boy. When the star, make a number more. 元気そう。When the stop.おかえり。かわいい。Hi guys! Thanks for watching till the end. As mentioned in the video, we are now also running a YouTube membership called Kimonoko Club. This Kimonoko Club offers Japanese home cooking classes online. This is a members-only cooking class that I originally did through Instagram, but now we have decided to do it through a YouTube membership.The reason why I'm doing this Kimonoko Club is because I have been introducing Japanese recipes for 3.5 years, and I've been having fun cooking with Sutan. But I'm happy to make more opportunities to make Japanese food at your home more reliably. And I have also received requests to do online classes, so we started this club.And we plan various events based on the request of everyone who has joined the Kimonoko Club. Through live stream and videos of everyday life delivered from Japan, behind the scene of shooting, Japan tours, and more. Me, Kimono Mom, my family, and my girls, we will continue to do our best to bring the flavors of Japan to everyone. So please continue to support us!Actually, we have several projects working on as a team, such as writing a cookbook, Umami Sauce Project. I hope to share the latest information with the Kimonoko Club. And my consult with all the members as we work together. Check the link in the description. See you there!